し、まあ、逆に言えばお互いの、ね、手の内はよく分かっているので、まあ、準備しやすかったんじゃないかなとは思いますね。はい、菅野はつなぎます。高峰は縦、長いボールがつながった。コントロール、ループ、うん、今度はアイデアを変えてきました。菅場、打ちに行く、見事、札幌先制。得意の左足振り抜きました、菅大輝。まあ、クロスかと思ってこうショートで、ね、仕掛けるんですけども、ここもクロスかと思ったらシュートっていうところね、この思い切りの良さが得点につながりましたね、はい。まあ、コースも本当にポスト当たってますから、厳しいコースついてきましたよね。うん、正面でセンターこぼれてきた、流し込めない。よく止めましたね、今。うん、これ2つ目もよく触りましたしね。流れてきました、拾って、つくもり、こぼれている、ヒール、レオセアラ。引きつける、松原上がってきた、右サイド、ミドルシュート、うん、強烈ですね。このミドルあるんですよ、このレオセア選手、その辺はうまく札幌の選手は分かってパス、ここですよね。サナティップ入れか、青木、オフサイドですか。オフサイドディレイで確認をしました。青木はちょっと見てくださいというアピールをしてます。ここはまず問題ありません。問題ですね。いやー、オフサイドですね。斜めに前田が来ます。ルーズボール拾って、中川溜める、左足、中で前田、杉本、横パス引きつけて、岩田、水沼、柔らかいボール、ヘッド、前田、ワンタッチ多くなるとまたタイミングずれてしまいますしね。そうですね、トラップが流れすぎて相手がこう近寄りすぎて、なかなかクロスを上げられないことになりますね。ヘッドだ、追いつきました、 F マリノス、杉本、いやー、こう来ましたね、ようやくマリノスとしては。ここも大きくね、サイドを使いながら実藤選手からサイドに振って、まあ、エビオ選手、まあ、簡単なクロスでしたけども、まあ、ここ中でね、本当個で勝ちましたよね、ここは。藤本選手の高さ、入るポジショニング、少し何田中選手の背後から飛び出すような。菅大輝カットイン、右足、中でエウベル、前田大然、ファーサイドに水沼、天野が受ける、低いボールを狙ったセカンドボールは天野行く、股抜きをした、キープから右足、こぼれた、流し込んで前田大然、逆転に成功です、 F マリノス。取れるこの前の大輔選手、素晴らしかったですね。まあ、このリカバリーもこの早かったですし、ここですよね。まあ、ここ天野選手が右足で蹴ることで、まあ、今気になってゴールに向かっていくボールなので、まあ、それに対しての、まあ、ここに入ってくるだろうという予測とも信じてもトップスピードで入ってきてますよね。はい、終了、苦しみながらも逆転勝利です、 F マリノス。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe
push notification